達、その言葉の意味よりも書道家が込めた思いを感じてみてください。9月8日から12日まで松山市堀之内の愛媛県美術館南館1階2階で第32回愛媛独立書展が開かれていました。この展示会は個展に立脚しつつも、それぞれが独立した書道家として意欲的な表現を目指している愛媛県独立書人団が主催するものです。毎年やってるんですが、毎回新しい企画を打ちながら新鮮な作品を作っていこうというのが私どもの会の趣旨でございます。今回はですね、コロナ禍のこの中で開催できるかどうかという問題が一つありました。しかし芸術文化っていうのはですね、やはり人の心を広めていくというか強めていくという力を持っていると思いますので、そういう面では非常に魂のこもった個々の作品が出ていると思います。今回の展示では漢字一文字のものから漢詩、和歌など幅広い題材の作品89点が並んでいました。例えば初心に帰るという思いで書かれたこちらの作品、書を始めた頃の作者の情熱を感じることができます。また三浦さんの作品にはこんな思いが。アンリ・ベルクソンといってですね、フランスの哲学者の言葉なんですが、どこまで行けるか確かめる方法はただ一つ、すぐにでも出発して歩き始めることだ、悩むことよりは歩けと、行動しろと。去年から今年にかけてのコロナ禍でですね、いろいろ悩むこともあり躊躇することもあろうけど、まず歩み始めようと、言葉との訴える力っていうものをですね、いかに出すかというようなことで、どこまでかではなくてどこまでいけるかというその思いを表現しようということで今回しました。同じく3階では古銭拓本展を開催。中国漢の時代にレンガや硯などに刻まれた文字の拓本が現物とともに展示され、書道家の創作の源である文字の成り立ちを考える上で貴重な体験の場となっていました。見ることによって、絵柄というかですね、景色というかそういったものを感じていただいて、で自分でその作品の迫力だとか繊細さだとか、そういうものをですね、自分なりに鑑賞していただいて、そして次に自分が手紙を書くとかものを伝えるとかいうような時にですね、思い出していただいて自分の気持ちを表すような文章なり文字を書くというようになっていただきたいな、そういうことが我々書道をやってない方にもですね、呼びかけて感じ取っていただきたいなと思っております。